スポーツキャスター水沼貴史です。はい、この番組のレギュラーになれるかどうかのオーディション企画ですから。はい、オーディション企画ですね。はい、勉強します。いろいろ話してください。くのみくん、藤川くんのイエローカードなんて怖くない。この番組は森永製菓がお送りします。くのみくん、藤川くん、水沼くんのイエローカードなんて怖くない。ハマってきちゃって、ハマっちゃってるよ。怖くないなんて。さあ、10月ですね。今日は最後なんですけども。ね、10月ですね。サッカー界の10大ニュースっていうのが、つい最近ありましたね。ありましたね。Jリーグ、まだ正式には決まってませんけど、福岡ブルックスと、ね、京都パープルサンガが、はい、ほとんど内定という相手だな、あとは。ね、そのままだけど、先ほどね。じゃあ、その辺をですね、キャスター、水沼さんのね、スポーツキャスターに、スポーツキャスターに、どこまでできるのか。いや、3チーム、4チームぐらいありましたね、準カメチーム。はいはいはい、で、まあ、神戸が先から結構出てきて、あとはトシと、ブルックスと、あともう、まあ、ブランベル。サンガ。はい。サンガ。あとは、まあ、ブランベルもありましたけど、やっぱり、順当かなっていう感じはしますよね。ブルックスは最初から走っちゃったけども、トシとサンガが争ってて、トシもね、松永が行って、ディフェンス強化みたいな感じになったけども、結局最後で息切れしちゃったかなっていうのね。サンガはね、オスカー監督ですから、水沢さんはもう。あ、そうですね。よくしたね。ああ、どういう監督なんですか？嫌な思いしかないですよ。あ、それどうしてはい、アイキャスターだ、アイキャスターだ、イエローで。イエローで。イエローで。イエローが一枚。そういうところがいいよな。いいですね。そういうところがいいな。オスカーさん。彼は僕が試合に出れそうな時に彼が監督になって、やっぱり若いのを起用するということで外されたんですよ。あ、大塚から始まったわけだ、一番最初は。1年目は、まあ、その前の年の鴨さんとかのそういうね、遺産っていうか、選手の残りで戦って3冠取って、その年、もう完全にオスカー色を出す。そのために、まあ、僕らは、だん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 こう、端の方へ追いやられ、追いやられ、みたいな感じになってきました。そっからオスカーから始まってるんだ。そう。長いね。長いね。89年。89年。だからあいつ。妻では言ってなかったです。はいはいはい。でもやっぱり、こうサッカーのプロとは何ぞやっていうのをね、教えてもらってですよね。一流の選手来たの初めてだったじゃないですか、日本に。あ、本当そうだったもんね。ブラジル代表のキャプテンでしょ、3回もワールドカップ出てる。とんでもない選手ですからね。本当に下のディフェンスがピシッと締まりましたからね、あの選手は。あとですね、フューチャーズのね、松永選手は、まあ、ここでの私の仕事は終わったっていう、だからまあ、移籍を匂わせよ。匂っちゃったんですね、それは。恐ろしいね。まあ、しょうがないですよね、でもね、もうまあ、J リーグ昇格できなかったわけですから。まあ、そうだよね。まあ今、まあ、J リーグのゴールキーパーってのはね、高橋さんも見て、まあ、あんまりレベルが高いとは言えませんから、平均してですよ、他のチームが。うん、だね、まあ、どこでもまあ、チャンスあるでしょうからね。うん、ね、はい。はい。本当に藤川は。そう。そう。じゃあ、今日は高橋さんも入れて、答えてやっていきましょうよ。はい。藤川くんの答えてやれ。ちょっとだけよ。さて、これ入ったら1枚目。これに、つまみさんラブかける100がペンネルです。エッチをするとき、男の人は全力疾走で200メートルを3、4往復するくらいの体力を使うと学校の説明は知ってたんです。そんなこと言ってるんですよ。もし本当なら、J リーガーの皆さんが試合の前日などにエッチをしてしまうと、試合の方に影響が出てしまうのではないのでしょうか。それとも90分間以上も走ることができる J リーガーにとって楽勝なのでしょうか。あ、これはね、高橋さんがすごいかしら。あ、そういうことですよ。素敵なスポーツキャスターで。キャスターはこういうことには答えられます。こう答えられたイメージがあるわ。でもね、津波くんは関係ない。僕は関係ないです。全然、でも、セックスは全然関係ない。セックスは全然関係ない。セックスは全然関係ない。藤川さん何おっしゃる？両方出してます。いやいや、そんなことないですよ。そんなことないですよ。人によってそれは違うんですよね。スポーツキャスターじゃない、芸能人選手だった時の話ですから。そう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 。
忘れちゃったな。もうキャスターイメージが無理だ。大事ですよね、キャスターは。試合前日でも大丈夫、あ、違う、試合の前でも大丈夫って、外国人選手でね、正しいな。直前でも大丈夫。もちろん言ってますけど、行きましょう。行ってます。はい、それでは2枚目、ペンネーム、まゆさん。慣れてましたね、まゆさん。カタールの悲劇からもうすぐ2年、あの頃はみんなで日本代表を応援していたのに、最近国立もガラガラ、なぜなのですか、どう思いますか。どう思います。いや、この間のあのパラグアイ戦、あれはちょっとね、悲しかったですよね。だから僕らの頃、僕が代表だった頃っていうのは、リーグ自体がお客さんが入らなくても代表の試合は結構いっぱいやるじゃないですか。だからもう逆転現象みたいな感じになって、ああそうだね、確かにそう、この間はね、だから弱っちゃいますよ。日本代表の試合のは重要な試合なんですからね。そうね、個人の中に応援したいですね。日の丸よ。で、日の丸くらないとダメです。あの旗はダメ。って僕は思う。日の丸だよね。日の丸。俺、早巻きに日の丸書いていって俺なんだ。そうだよ。小学校の時から応援してくれよ。弁当もそう。つまりか、藤川くんのイエローカードなんて怖くないもん。私、水沼をレギュラーにというハガキを募集します。郵便番号 100-87、日本放送、イエローカードなんて怖くない。水沼君をぜひレギュラーにの係までお願いしますよ。津波君、藤川君のイエローカードなんて怖くない。この番組は、物語成果が大好きです。